長州市は中華人民共和国関東省東部に位置する地球市。古い歴史を持つ国家歴史文化名城であり、多くの家境を出していることで有名である。全市総面積3078平方キロ、総人口248万人、海外に住居する長州籍家境や香港中を、同胞は約230万人。最も数多いのはタイの家人であるが、 シンガポール、マレーシア、アメリカ合衆国などにもかなりの歌人がいる。シンガポール等の英語では、長州語読みのタウト州が使用される。新漢時代には南海軍慶應県の地であったが、331年に東神により海洋圏を設置。その県上が現代の長州市である。百十三年に義安軍が置かれ、軍地は海洋圏に置かれ、隋により、 ギアン軍は、長州となったが、長州の周知は、依然、海洋県上にあった。その後も長州海洋県は、越東地区の政治、経済、文化の中心であったが、1860年に、諏訪島が、対外貿易港として開港すると、次第に、諏訪島が、地方の中心となっていった。1914年に、海洋県は、塩安県と解消し、 解放後の1953年に、長州市が建てられて、小格市となった。1955年に、越東業所が長州から諏訪島に移転し、1958年に、長州市は、研究市に改められ、さらに塩安県に降格となった。しかし1979年に市政が復活し、1989年には、小格市も復活した。 1991年12月に国務院の認可によって、長州市は地球市に昇格し、同時に市域を拡大した。観光関東省東部、半号の三角州の北部に位置し、東北は福建省、南西は関東省諏訪島と接する。東は南シナ海に面する。諏訪島駅から東岸東駅までの鉄道が市の郊外を通っている。 長州市人民政府にしかつく、一県を管轄する。塩山泉区越東行政区長州市、長州市関東省に属するが、北東に隣接する福建省南部で話される、貧南語の一種である、独自の長州語を話し、中国の代表的な地方文化とされる。塩劇、塩落、塩縫い、潮堀などが、長州文化の代表であり、 これらを研究する塩学という学問さえある。また海産物や乾物の味を引き出し、日本人の口にもよく合う長州料理や長州、工夫茶も有名である。塩山駅長州市は、市内にて開催された大規模なパレードのほか、長州の各村の向井殿様活動開催パレード。ありがとうございます。